3年間本当に必死に日本一だけを見て部活動をやってきて、前に練習でファールチップが当たって入院していて、西村の分までっていう形でインターハイに行きたかったんですけど、同高校さんの方が積み重ねてるものが上で叶わないところがあって、悔しい結果になってしまって、今はでもチーム全員で一丸となって最後まで戦えたことにを誇りに思って、家族よりも長い時間みんなと過ごしてきて深い絆で結ばれていて、自分もキャプテンとしてこのチームでやらせてくれたことを誇りに思ってます。ごめんな。